かゆいだ。アレルギーかな。ね、なんか目がかゆくて痛い。かゆいんかな。ちょっと前髪今日やばかった。今日なんかめちゃくちゃ暑くて、思ったより公演中アンコール明け、あ、心拍数あったからかな。めっちゃ暑くて、なんかお見送りの前に一回裏に戻って鏡見たら前髪がやばいことになってて、嘘やんと思って、マジかって思いました。こんばんは、かわいい、知ってるよね。えほら、なんか前髪おかしい人やん、普通にやばい。もう汗でさ、巻きもケープも取れて、ほんまにやばい。ハッピーハロウィーン。ちょ、前髪がキモすぎて嫌や、普通に。今びっくりした、なんか画面見て、え、やば、前髪、え、やばくない、普通に。何この前髪、え、やばやばやば、広げよう。あ、ちょっと広げたらましになったかも。あー、え、ちょっと待って、てかマジでさ、今日のさ、お見送り前のあの全部公演が終わっての時、ほんまにやばくて、前髪がもう汗でびしょびしょになってた。これもう無理ですね、前髪戻りませんわ、ちょっと無理でした。黄色、前髪ちょっと長いですね。おつおつれな、今日も帰っちゃったでしょ。ご飯を食べて寝てね。変わらん、いつもと。右目がかゆい、お疲れ様でした、ありがとう。タオルいっとく、俺の前髪も良かったんじゃない。ちょ、レナより無視やった、多分。今のレナがやばすぎて、やばない、普通に、普通にちょっとやばいですね、前髪。分けてたからもう分けとくか。バイト前髪。そうやねんな、足目みたいな感じじゃない、でもなんか両方さ、こう巻きとこう巻き、なんか前内側にあの偏ってる。ほらこいつが悪いん、多分な、そろこうしたいんちゃう。じゃ、ごめんな、前髪ばっかり。でもさ、ほんまにもう前髪がやばすぎて、なんか話入ってこうへん、話できひん、やばすぎて前髪が。もう画面見んとこ。ちょ、ムカつく、何。こんぐらいでいっか、もうちょっと適当に、適当とか言って一緒さと。ハロー、ハロハロハロー。美味しいよね、油そば初めて食べたんですよ。買ったね、前髪。ちょっとレナの前髪今日はダメだわ。おでこ TikTok 見てないな、まだ。マジで嫌や、あれ。ちょ、 TikTok よりさ、普通にもう毎日公演でさ、心拡数頑張ってるからさ、ちょっとそっち拡散してくださいって感じなんですけど、まあ、あのみんな見てくださいね。なんか TikTok まだレナ見てないけど、でも絶対おもろいと思うから、なんか多分レナも踊りながらニヤニヤしてる、そう踊った記憶があるから、ちょっとコメントになんか後で見に行きます、 TikTok のコメント欄。絶対可愛いもないしさ、うまいもないしさ、うまいとか絶対ないと思うねん。絶対ないと思うねんな、
で一応さ、なんか劇場でちゃんと披露してるんですけど、でも幕張だからもう披露した後だっけあれ多分、え違うか、一回披露してるよね。だからさ、一回披露して劇場でね、あの後に撮ったっていうあれで、見てあの動画を、そしたらもうおもろいしか出てこんから、えこの人一回劇場でやってるよねっていうコメント、あ間違った、コメントじゃない、そういう頭で見てください。一回そしたらもうマジウケるから、あれインパクスは良きでしょ。今日間違った、面白いコメントあったんね、なになに、ちょ気になる、当てみよう、絶対コメントのセンス問われるコメントして、おもろいコメントしといて下手ですねとかやめてな、普通に下手ですねやめてな、絶対ミヤビームの方がうまいもん。ガレナはなんか劇場でやってなくて、なんかミヤビームはもうなんか、いや絶対劇場で披露してるよねってぐらいの違いがある桜米あり、うまっ、めっちゃすごいやん、めっちゃ踊れてる、センターとかいうコメント待ってますね、前髪キモすぎて無理、なんなんこの前髪、玉ねぎみたいな前髪してんねんけど、無理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 、なんで、ちょ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 、わかる？こうこっちに巻いたんですよ今日、ちょっとだけね、けどもう汗でこっちこうなってる、こっちにちょピンないかなあったポテト、ポテトのピンがありました。いいやん、ポテポテピン、ポテピン、ポテピンよき、おもろいコメントしてねマイクなマジでおもろない、マイクついてもおもろない、まだ見てないんだけど、思い出した、マイクつけてやったって言ったし、なれな、そう最初は両手でやってたんですけど、両手とかなんかできひんからさ、ブサイクになるかなと思って、なんか一応マイクありで やってみますってマネージャーさんに言ったけどマジでさ、カーディガン着てないっすねえ、ポテピンかわいない、これ、これファンの人にもらったんですけど、これマジでほんまにもう そのままそのままっていうか、マジポテトマジポテトです、これ本当にポテト、匂い嗅いだもん、食べるやつ食べへんやつどっちと思って、めっちゃリアルやろ、そうもらったの誰がくれたんやろ、これも匿名なんですよ多分、普段結構使ってるピン、ピン系めっちゃ使うから、普段だって休みの日とか家にいる時はもう大体ピンしてる、だってお風呂上がりも髪の毛乾かして絶対ピンで留めるし、朝もピンで留めたままいますね、オフの日は。え、マジ匂い嗅いだ、そしたらなんか全然違かったけど全然ポテトは匂わなかったか、そうそう、ケチャップ、ケチャップか、へえ、トンビに食べられる、へえ、待って、試したい、それ試したいな、試したい、江ノ島とか行って頭食べられそうやな、でもこれだけうまく取っていきそう、
鳥の人たちは。だってさ、こうやって食べててもこうやって食べてたとしても、これだけフュッてさ、かっさらっていくやんか。だからもうアレルギーで右目がめっちゃ痒すぎて、もう絶対腫れてる今。ここら辺とかも痒いんですけど、え、TikTok ループさせたもおもろすぎ、あれを、あの動画笑えてきそう。ねえ、カラスやばいじゃん、やーばじゃん。ケガじゃいよポテト、ポテだからね、ポテレノだからいいよ。なんかホットケーキとかもあったんですよ、一回なんか配信で見したよな。なんかいっぱいいっぱいっていうか、なんかいろんなやつ送ってくれて可愛かった。えー、無理、ニキビ、ニキビパッチがなかったのでヤンキーウェーイ、ポテト頭につけたハトね、ハトポッポね。じゃあ最近使わなくなったメイクを、メイク商品を紹介したいと思います。まずはこれですね、マツエクに書いたので、マスカラはもう全くやってないです。これもまつげ系ですね、これもまつげ美容液なんですけど、はい、これもマスカラですね。花なんとお揃いになったばっかりなんですけど、もう使ってないです。いる人、めっちゃ綺麗ですよマジ、全然使ってない。ほらなんか塗りやすそうじゃん。はい、あとはこれかな、レオナさんにタンプレでもらったあのピンクのラメの方が可愛くて使ってないですけど、これも可愛い。爪でえぐっちゃった一回。あとはファンデーションを変えたのでこれ変えましたけど、こっちの方がレナ的にはいいので、次のやつを使い終わったらこっちに戻します。まつげ系か、今使ってないの。あとはこれ、これエスプレー見て、ほんのちょっとこれやばない、これめっちゃちょっとめっちゃちょっとなやつあります。なんか捨てようと思ったけど、なんかあと1回分ぐらいのやつは使えるかと思って置いてる。ティッシュ、これは三宮でもらいました三宮でもらった、カバンに入れてそのまま持って帰ってきちゃいましたね。これマジ捨てた方がいいと思う、今日地味に入ってんねん、ほら地味に入ってるんですよね。そうだよ、お揃いなんですよこれ、お花と。使ってないねんな、全然もったいないな。この間松井くん行ったら短いやつに変えられちゃって、知らんうちに。だから短くなったまつげが、まつげ育成して、これ美容液マジ良きマジ良き。そうマジで多分あと1回分ぐらいでも多分結構使えると思う。なんかミストやんかスプレーって、だから結構使えるんですよ多分。この量買ってくれるもん何円ぐらい、 0.2 円ぐらい、 0.1 円とかただやんこのTikTok 見とこう後でそう、
え、マジさ、なんか物大事にするっていうか、なんか大事にせんでいいものですら大事にしちゃう。あのコンビニでもらうあのお手拭きとかもなんか使わへんのに全部なんか貯めていっちゃう。なんかお母さんに怒られます。そう、ポテピン可愛いでしょ、ポツと920円。案外高いな。案外買ってくれるんや、そんな高く。あ、いいじゃん、もうこれ癖ついたくない、ついたと思ったけど。えー、マジおもろいコメントあるん。えー、もう無理、絶対早く見たいねんけど。てか返信したくなるわ、そういうのしといて。コメント、おひさん、そうで可愛いって捨ててまわねんな。そうそうそう、マジでそう、可愛いって捨てちゃう、マジでそうなんですよ。2日はなんだっけ、制服だっけ。制服の目だよね。ん、時間がないか。え、待って待って、レナって1日ってなんかあったっけ。11月1日、誰かレナの予定、11月の1日。2日が制服の目でしょ、6も制服の目でしょ。公演だ、1日。今日が28だっけ。はい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 、公演ね。で2日が制服の目でしょ。345は何もないのか。 OK、 リーリーです、リー。えっ、てかさ、なんか生誕のやつ今日やらなダメなんだね。チェキとかやるんですけど、どんなんがいい。みんな、なんかさ、なんかメイドカフェとかでさ、メイド喫茶的なやつでさ、なんかあるやん、可愛くデコってるやつ。なんか調べたらデコ出てきてんな、あのペンで書いてるやつ。なんかレナはなんかいっぱいシールとか貼っとけばいいかとか思ってたねんけどさ、やっぱりさ、なんか調べたらさ、なんかああいう感じで出てきて、なんか塗りつぶしたり、なんかどういうのがいいんやろって思って、なんかどうしよう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 、分からへん。いつも出てないんですよ、今日の夜やります。なんかさ、分からんくて。そう、レナシールだと思ってたんよね。そしたらなんか書いてたから書くんやって思ったんやけど、シールはあかんですか、ダメだよねシールダメですかね。やっぱシールって普通じゃないんや。調べたらさ、なんかシールとか全く出てこへんくて、全部絵で描いてるやつで、レナマジです、そういう絵心なさすぎて、やばい、どうしようと思ってデコチキにしてもたみたいな。なんかデコやからさ、なんかシールとかいっぱい貼っとけばいいかなみたいな思ってたら、なんか優しい、みんなえ、だからさ、思ってたらさ、なんか TikTok で見たらさ、めっちゃもうペンでデコるやつしかデコチキってなくて、え、マジと思って、どうしよう。とりあえずなんかレナマジでそういうセンスなさすぎてさ、ほんまにそういうなんかケースとかにさ入れられた方がいいってことやんな。ケースとか入るかな、シールとかさ、なんかいっぱいつけたらチェキにいっぱいなんかつけたらさ、でもどうなんやろ、なんか入れたいとかあるんかな。わからん。みんなさ、チェキとかってもらったらさ、普通はさどういう感じ、なんか
え、なんか紙に入れる？もしかしてなんか紙っていうかさ、なんかなんかに、なんかレナ的には入れられへんぐらいデコボコのチキにしてあげようってさ勝手に思ってたんやけどさ、どう？ダメそれはそれはダメかな。え、ボッコボコにしていい？なんか今めっちゃ怖かったけどボコボコにしていいですか、デコチキ。いいかな、わからんけど。じゃあ来年の生誕くじはデコチキちょっと一旦抜けてなんやろな、なんやろ、来年何にしよっかな。もう来年のこと考えてるけど、ボコボコのチキにしますまあちょっと今日の夜になんかお風呂上がりに頑張ってなんか考えてやりますねうん、今までいなかった。え、本当に？嘘嘘、写真も撮ってくれるってこと？やめた時見返す。へえ、引き出しならまあ別にね、大丈夫だよね、少しぐらいボコボコしてても。ペタペタしちゃっていいかな。やばい、目がかゆいよ。今日は家出る前に薬をちゃんと飲んでから来たんですが、ちょっと切れてきましたね、さすがに。さすがに効果が。やばい、レナ来月おばさん楽しみ。え、絶対さ、赤ちゃん生まれたらさ、もうずっと兵庫帰ってまいそう。大学があるから帰らないといけないんですけどね膨らむ以上にちょっとやりますね匂いやめてしみ。こっちほぼ帰ってこんくなりそう。眠い。こっちこう見たらね、いいんですけど、顔こっちにやったらもう、ああでも、あ、結構いいんじゃん、ポテピンのおかげで。エレナはなんか出産祝いであげるものを考えてたんですね。何だったっけな、あ、おしゃぶり。まあ、おしゃぶりはそんなすぐ使わへんけど、2、3ヶ月ぐらいか、おしゃぶりにしようと思って。まだ買ってないって言ってたので楽しみ。でもなんかいろんなもん買っちゃいそうだけど買いません厳しくいかないとね、人に厳しく、赤さんに厳しく、自分に甘くしないと。赤さんにはね、もうこれからの人生は厳しく いかないとダメですよね。うまく世間を渡ってほしいので、赤さんには厳しく言います。人生の始まりは厳しくね、教えてあげないとねはいネギ嫌いです、すみません、ネギはバターだけど赤さんに厳しくいきます人生はね、人生の厳しさというものを教えてあげないといけないと思うんでね、おしゃぶりぐらいで我慢してくれたらって感じ目がかゆい。こんばんはーい。こんばんはーい。私のスネは守ります。自分のスネは自分で守る。最低ですね。
それ厳しくしないとでもあのちゃんとあのお腹越しに叫んできました。ハロー、早く来てね、起きて、何してるのって叫んだら動いてました。お腹だから動いたなんかうるさいなーとか思ってたらおもろいよなお腹の中で気持ちいいよしょうじです、小学校から言ったわ前でもこれ結構ガチやと思うねんな。あれだ、正味人生は小学生からじゃないでも覚えてない、覚えてないっていうか、なんか正味小学生じゃないけどな俺に優しくじゃないです、俺には厳しく生かさせてもらいますマジ目かゆいこんばんは。そう、あのメガホン持ってる人ね結構少ないらしいですよね。あれなんかグッズでめっちゃ昔に売ってたみたいな、今買えへんからなうっせーって思われてるかな着れないんやったらカジキン持ってもらえますか死んだ逆でしょ普通。だからなんかあの普通はさ、なんか知り合いとか先輩後輩とか言ったらなんか あそこのお客さんも一緒に払いますじゃなくて、なんかあの あそこの人が払ってくれるのでこれお願いしますって帰るわあの人が払ってくれるのでハローって言ってあげました。いっぱい喋ってあげたいっぱい喋りました、腹に向かってでも案外制服の目で持ってる人おるけど、案外って言ってもほんまに少ないよな、メガホンとか持ってる人。けどなんか持ってるけどどっか行ったとか昔すぎてみたいな、へえと思って。なんか制服の目やってる期間はさ、なんかあったらいいのにな、みんなで楽しそうじゃない、あれ使ったら10年前、やばいな、やばーやん。ほらやっぱ案外持ってるんかみんな、あー持ってるんだみんな、へーすごいな。すご、持ってるんだ、メガホン持ってるか気が可愛かったってみんな持ってるけどさ、メガホンはおもろ、今日の声見てたらひねりちゃんだった、マジありがとう嬉しい、何どこが良かったですか褒められてるのになんか詰めててごめん、何が良かったですかね。ケープいっぱいかけたのにさ、汗で全然パキパキにならずになんか済んだつけどこうポテ見えないけど、明日の予定がない、何しよう、出て出てガリってなっちゃった、おーやばい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 、この引っかかりは普通に変えるか、見るみんな、レナのこのダマやばない、これもういっつもこんなんなんねん、髪の毛引っかかるんですけど、やばくないですかこれ、嫌じゃねこんなアイドル、マジでさ一生これができるねんな、ダマがもういつも髪の毛乾かしながら途中で髪の毛乾かすやつ止めてドライヤー止めてもうこうやって、あーまたダマできたっつってほぐしてやってんねん、なんでやろ細いんかな髪の毛、いててて、
明日何しよっかな。明日ね、とりあえず寝て、とりあえず寝るよね。え、さつきちんメガホン、え、普通に渡してるねんけど。どこ、普通に入って渡すところ、トントンってするからかな、チョンチョンって。さつきちと、確かに確かに、メガホンね、出してくれるよな、みんな。とりあえず寝て、とりあえず寝てね、課題な、マジでそれな、課題やらなあかんけど、もうちょっと大学行った忘れるわ、あれな。宣言、いやーけど大学卒業しないスキー卒業できんっていう話を前にしたじゃないですか、大学卒業で一旦考えるみたいな、こっちも。だからちょっと考えることすらできひんから、大学を頑張らないと。このままやったらマジ10年ぐらいかかるやん、10年ねってな感じじゃないですか。マジでやばいから。本当にやばいので。一旦忘れて。もう多分明日この時間ぐらいまで寝とうと思う。だって今日チェキするから、そうなったらね、あれじゃないですかね。明日雨なんだ。え、でも買い物行きたいな。とりあえずね、マキコさんに LINE するわ明日。とりあえずな、起きたらな。8年生や、8年生。いやだって大学一旦忘れたらさ、マジこっちがもう永遠活動するってことになるから、ちゃんとね並行しないと。なんだがこの度は一旦忘れていただく。忘れさせていただきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。でもほんまにやばいね。だってさ、スクーリングとか申し込まなあかんけど、まず申し込みすらしてない。申し込むわマジで、これほんまにちゃんとやらなあかんな。頑張ります。え、マジでだって1年生じゃん、10、え、待って、でももう来月ぐらいから始まるんか、スクーリング。え、そんなことないか、冬休みっていつだ、大学生って。その時期にスクーリング、うん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 、まあ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 頑張りますよ。とりあえず大学行きますよ。大学は、まあまあまあ、申し込んだら行かなあかんから。で、来月は多分、行けそう、大学、ワンチャン。行けるから、行けるわ、多分。頑張ります。はい。はい。え？ずっと雨なん？マジ？なんか手紙の便箋とかも買いに行ってなくて、ほんまにやばい。何もさ、なんか進んでなくて。ちょっとほんまにやばいかも。ね、チキね、20時間。明日どんぐらい寝よっかな。けどあんまり寝られへん気がするとか言ってめっちゃ寝るんよな、そういうの。そういうこと言ってるだけで。1日放送かな、今回の2じゃないよ確か。マジ10ゼロ、もうこっち10すぎて、あっちほんまのゼロ、91とかもでもない、もうほんまにゼロ、あっちが、大学がほんまにやばい、ほんまにやばいです。もうだって1年生入ってくる、普通の大学やったらもうすぐ。そうやね、申し込みがないつまでか分からへんねんな、ほんまに。これで学食なかったら普通になれる。11月に大学行って。え、そうそうそう、もうほんまにやばい。
え、でも大学に行ってみたいっていう気持ちはあるねんな。なんか友達できそうかなみたいな。まあでも友達してもさ会わへんやん絶対。兵庫の友達とかでも。頑張ってほしくなくなった。確かにな、確かに。けどもう今頑張ってももう無理やから。もう4年は絶対超えるから 100%。 もうこのままで一旦未来を想定してみるとするじゃん。そうしたら諦めず、まあ8年ぐらい経って卒業するか。でも資格欲しいからさ、卒業単位だけ取ったとしても資格がなかったら意味ないやん。だから資格を、まあ8年、一旦8年で、じゃあじゃあ一旦8年で資格を取ったバージョンで未来を考えてみるとして、そうなったらこっちの活動が8年でしょ。8年、何歳、あ、27か、多分おらんな。まあ8年で卒業するとしたら順調にいってるから、大学8年で順調なんて思うかもしれんけど、どうなんやろ。え、でもなんかわかんねえ、未来わかんなすぎて、すごえ、未来すごわかんなくて、わかんなくて未来すごい。そう、多分研究生の今だから案外大学に通えないだけで、だって全部だって公演とかにかぶってるから。え、そう、実習とかも行かなくて単位取れへんやんか、やっぱり。だからワンチャン半分ぐらい資格取っての可能性もあるよね。だってさ、半分で4年でしょ。4年半分でさ、4年で半分ぐらいの単位取ったらいいぐらいじゃない、4年活動してってなったらいいぐらいじゃないですか。であと 2,3 年集中して大学行ったら資格取れるよね、実習も行けるしっていう計画で行こっかな。じゃあ、まあそんな計画はきっとズタボロになるでしょうけど。同期は友達とは違うものなの。え、わからん。なんかレナってあんまりさ、なんか友達とかおらないタイプなので、なんか友達とかパッパって作る人はすごいなって思います。別に同期が嫌いとかじゃないんですけど、なんかまあ何やろな、わからないですね。私は人の心があんまりなさげな人間なので。はい。27結婚した夢見たん、死んだ。だってさ、このまま行ったらさ大学生やで、まだ27。うわ、きついな、24大学生。まあ通信やから、通信ですから、はい、言い訳、通信なので。普通のさ本科生で8年はもうやばいやん。いや、やばいやんとか言ったらなんかあれやけど、通信はね、それ大学も通うさ時に決まってるから、そうなので、はい、言い訳パーティーやん今。言い訳パーティーじゃないですか。二十歳がまだ卒業を考えちゃう時期。そうなんかな。20歳とかだって来年やで。だって1年後さ、ちょうど、まあほぼちょうど1年後20なわけじゃないですか。まあ成人式もちょっとやなとかいう時期やろ。どうなんやろな、来年の今頃考えるかな卒業とか。わからんな。でも周りのさあれとか変化とかもありますしね、わかんないですよね、それに関しては。そう、自分に甘いので。ねえ、1年前の今日初めてさみんなと会ったらしい。まあそれはあのトーク会、握手は確かなかったんやんな。トークね、トークトークトーク会ね、楽しかったな。なんかめっちゃこんな人おるんやみたいな思ってたな。成人式ね、楽しみ。それも地元に帰られへん気がすんねんなー、多分。なんかさ田舎のさあの成人式ってさ、なんか成人の日に成人式するみたいな、
分からんけど大体そうなんかな。けどなんか成人式は成人の日じゃない時にする地域もなんかあるらしくて、それ聞いた時にえそんなことあるんだって思ったんですが、皆さんの地域はどうですか？ね、えもう1年ってマジで早くない？普通に痩せてなくてやば、そこ1年、やばいな普通に。でもまだ高校生やったんか、通ってたわけですよねまだ兵庫から。懐かしい。えだってさ、もうちょっとでさ2024年終わるんやんな。えやばない普通に。それってそれって結構やばいことじゃない？え普通にやばいことだよね。それってマジ？こっそりの人と、まあ、1年前からいた人と1年前とか全然出会ってなかった人とかおるのがちょっと面白いですよね。えおもろくないそれ。うわ覚えてるわ柿本さん。あとなんか名前知らんとかいう人も全然いて、それもおもろってなった。名古屋駅毎日走ってましたね。確かに。てかあの頃とか毎日さショールームやってなかったもんな。多分全然やってなかったと思う。ショールームとか多分毎日配信始めてなかったよなまだ。中学の時好きだった子にたまには電話してって言われて速攻した。素敵。いいですね。今はどうですか？興味津々。そうおもろいよな。なんかさレナもさ1年前はこういう風にこんなんしとったなとか思ってたけどさ、なんかみんなもさ1年前考えたらまだレナと出会ってないとかさ、1年前からレナの配信見てたとかさ、1年前にちょうど出会ったとか、なんかそれがおもろくない？結構なんかおもろい感じ。やばもう1年やばいな普通に。みんなありがとう。ね、たくさんあったねこの1年。始めかけてた？あー確かに。ヨアニャンとめっちゃ間違えられてたわ。全然最近でも全然間違ってるやつとか投稿見ますけどね。間違ってるやつって人じゃないですよ、間違ってる投稿ってことで。間違ってるやつって。うん、確かにね、テストだったわね。レナも思った、なんか毎日配信ってなんやろうみたいな思ってた。12期生の話してた。マジ？どんな？ね、誰って感じ。一目惚れおもろい。じゃなきゃ何もこの配信見てるのか謎。いつ謎って解けるんですかその謎って。やめて悲しいよ。成人式自転車もうおもろいけどめっちゃ。自転車で行くのがおもろいな。ねえそうなんや。そのことは別の人生なんですね。寝るわおやすみ。うん I love you。 ありがとう。わーわーわー。ねえやばいな。何の音？雨？雨降ってるんかな。ドスコイ目当てだったんだ。こっちゃんも可愛いけど。ドスコイ目当てでカキレナに行く人おる？
ちゃいさスタイルもいいし、あんな可愛い子目指していってなんで書き出ななんですか。さすがにそれは多分みんな同じ考えやと思うけど。かきれなちゃんが気になって、なんかあやっぱ気になってた通りだったなとかやったらまだわかるやん。けどどすこい気になってかきれないくちゃんは結構ねレベル高いですよ。かわいいし。3月11日の制服の目マジでも制服の目やなっていうのを覚えてる。わーいいね。うん喜んじゃない。ん何の音。分からぬ。じゃねえだろ。おもろ。マジ？キメさん昨日は配信してたんだ。マジで。キメさん仲良しですよ。私。キレナも可愛かったんかな。服が限れないやったな。ガチで。ガチ。それで限れないな。おもろ。選ばれる要素ないと思うねんけど。制服の前でさ見つけてくれた人おるのも嬉しいですね。コミント話しか言ってない。そうなん。マジ。でも案外さそう思ったらさなんかまあ、たまになんか。制服の目でレナちゃんいいと思いましたとかで来るけど、なんか1年前は案外レナのこと気になってない人が多いですね。案外かきれなの眼中にいない人が多いです。マジで。そうなんや。一緒にいいか思ってた。よかった。喋るだけでトークはそんなに面白くない？だる。おもろいから。おもろいから。聞きれなくはいい。ありがとう。なんで限りのない何なの？何何？なんだろうね。ね、かきぴん呼びおもろくない？なんかコールカキピーにすればとか言われてて死んだ。なんかで知らんかった。いや面白くないわ。だるいでしょ。当たってねえわ。おもろいだろ。12期自体に注目者、まあまあその人もそういう人もおるよな。12期生、ま、誰も分かんないっていう人も今でもおるもん。今でも12期生誰も分かんないけどちょっと興味持ってみんなのトーク行ってるんだよねみたいな。へえって思います。ありがたいですねそういう人も。ガハハハマってる。毎日見てこそやん。かなりこっそりなんや。コールかきピーでどうぞ。何でもいいです。なんか嫌なの。死んだ。確かになんか嫌やけどな。コールかきピーはなんかちょっと嫌やけどな。あ確かにショールームはオーディションがあったので。そうなんですよね。そう見てた人もいると思う。
その加入してからの毎日配信とかじゃなくてオーディション配信、ショールームのいるよね、そら。ガキピガちゃんかわいいよ。確かに合格キスね、みんな髪長いし見分けつかんかった。よかった、いっぱい知ってくれて、12期のみんなを。ピッて入れたん？DD 12期 DD 的なだった。一番おいしいよ、やばい、おいしいけど2時間見てたね。見てましたね。コールは3文字がいい、3文字が言いやすい。確かに、ああね、何々ちゃんとかも2文字か、レナちゃんが言いやすいってことね。3文字目がちゃんってことか、へえ。そういうことね。目がかゆすぎてやばい。うん、チームコイン入った。え、カキピーとかコールしにくくね、めっちゃくちゃしやすいの。でも案外みんなに出会ってないかも。1年前とか、1年前から出会ってたのはオーディションの人とかかな、配信だけで言ったら。じゃない、オーディションから見てくれてた人とか。いやそれな、普通さ、オーディションでのフォロー外すぐらいやったら、ちょっと芋推しなのも不思議なぐらいやけど、どうなんやろ、推しではないか。聞こえてるか変になる。ここ見えやすい。か、誰々ちゃんがいいってことね。カーキピカーキピ、やばいやばいやばい、笑ってまう、そんなどんな曲でも笑ってまう。目をかっこ。でもな、昨日の夜にマジでかゆすぎて、かゆすぎて、なんか頑張ってさ、もうなんかかゆーと思って頑張ってなんか我慢してたんですけど、もう我慢できなくて下まぶたをいっぱい描いちゃったらまつげが抜けちゃいました。だからここまつげ抜けた。寝不足なんだったら早く寝てね、おやすみ。決勝戦やったんや。確かに似てるってよく言われるからな。確かに試してみる一回。じゃあ今日はカキピーコールでお願いしますみたいな、じゃあ明日はカキレナでみたいな。いや、カキレナじゃないわ。まずカキレナにコールなかった。確かにね。だってオーディションってさ、受かってるかさ、受かってないか分からんもんね、正味。それはそうかも。柿の方が好き、野菜の、あ、野菜じゃない、あの果物の。海鮮の柿はまだ感じが違うから食べますが、けど生はもう食べれなくなっちゃったから、1回目生ものに当たってるので。牡蠣に当たったことはないんですが、
超絶可愛いカキピーとかも超絶可愛くないでしょ、名前からしてそれおもろカキ食べてない、フルーツも海も、海のカキもフルーツのカキも食べてないわ、今なんだ季節秋なんだね、フルーツの柿の方が好き、スーパー行ってない、スーパー行ったら売ってるかな、柿食べたいなけど自分で剥かなダメじゃないですか、ちょっとめんどくさい、ぶどうとかマスカットとかならいいけど洗うだけうわ名前めっちゃなんて読むんって言われる記憶がよくあった、今でも、今はあんまいないかな、えマジ柿食べた、エレナもさ兵庫におったらさ多分この季節ずっとさ柿食べてる気がする、スーパーに買い物行ったら絶対に買ってたもんフルーツそう、巻き込んにはカキフライ食べてた、カキだからレナが、レナと行ったから食べてたって言ったら笑ってました、ねえ家で育てたことないねレアってよく言われる、いやそっかオーディションで言ってたわ、そうやそうやそうや、そうやオーディションで言ってたわ、かきれなだるだる、いいなぁ庭にかきの木とかある、いいなぁあるの、いいなぁ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 、今日の声なんか気がついたら終わってました、気がついたらね終わってたてかなんか背景汚すぎて無理、なんか統一感全然なくない、カーテンも違えばさここも違うし、なんかちょっと見えとんのもちょっとなんか嫌やしさ、ブータルもいいとしてね、呼ばない、全然もう見えへんコメントね、カーテン気になるよな、それ私も気になるんですけどね、仕方ないんですよなんかなんか仕方なくて、マジめっちゃおもろくないカーテン全然突っ込まれへんよな、でも毎回だってさ毎回突っ込まれてもいいぐらいおもろいやん、普通カーテン2色使いの人ってあんまおらんやんめっちゃおもろいねんけど、今思ったらなんか誰にも突っ込まれへんのおもろ、誰も突っ込んでこへんよな、確かにっていうことはあんまり分からん、あんま分からんか、あ気にならんか、あんまり、あー慣れてた、気にしたらなそういうことは変だと思ってたそうそう別に買いに行くほどではないしそう別にね、そうなんですよ、まあなんかなんでなのって言われても答えるあれはないんですけど気になるよね 100% 見てる側からしたら
気にならんかあんまり。確かに触れない方がいいって全然触れないで方がいいんですけど二色使いなのでね、優しい、触れないようにしとんや。顔面集中ですか。柄が違うんじゃなくてね。はいはいはい、何が気にならんか。定型文にやろっかな。フィギュアは換気扇の上に置きました。置いたのだが、まあでも置いてから別に料理してないし、油使う料理してないし、ホコリってたまるのかな。まあでもたまにさ、フィギュア下ろして掃除すればいいかなって思って、なんか換気扇のちょっとデコボコってしてるこの出てるところに置いてる。みんなにも見せたいんですけど、アクスタは電子レンジの上に置いてる。二刀流、二刀流なんですよ。楽しめるやん、そうなんかあのデザインをね。そう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 、そうですよ、そういうことです。そう、洒落てるでしょ。プレゼントカーテンいらんな。うんうんうん、え、換気扇の上ですよ、換気扇の上、換気扇、あれって換気扇でしょ、羽。え、なんかあのさ、あるやん、ライトとか、ライトっていうかあの料理するときにポチって押すボタンがついてるさ、羽はついてないですね。なんか強とか弱とかあるやつ、あれは換気扇じゃないのかな。掃除してくれる、お母さん来たら掃除機とかかけてくれる。かけてるけどね、自分でも。けどかけてくれるな、換気扇か。いやいや、カーテンいらないですよ、足りてるんで。二色使いでね、足りてるんですよ。やめて、もうなんか足りてないからさ、なんか使ってるみたいな感じ、もしかしてなんか。おもろいな、そうなっとった、やばい、59分やん。え、ガチレの掃除めっちゃするね、マジ。夜の夜とかもう朝まで掃除してる時ある。透明のあのビニールの手袋とかマジで一夜で8枚ぐらい使い切る。8ペアぐらい。1メートルずつ。やめてやめて、カーテン垂れてるで。やばいやばいやばい。おやすみー、また明日ねー。チェキやります、チェキ。え？てか誰かさん、あ、ごめん、何もない。ちょっと今言うのやめとくわ。気になるやつ、みんなが。それなったら許せねえ、許せねえな。バイバイ、おやすみ。おやすみなさい、また明日ね、バイバイ、さいなら、また会おうぜ、バイバイ、バイバイ、バイバイ。